こんにちは、桜庭です。今回はカードの3つの種類とはというテーマでお話していきます。1つ目はコレクション用のカードです。特徴としては主人公やライバルが使うキャラクター、かっこいい、かわいいカード、高レアリティやプロモカードの3つになります。ポケモンでいうとピカチュウやリザードンが人気があり代表的なカードです。2つ目は対戦用カードです。特徴としては汎用カード、対策カード、エースフィニッシャーカードの3つになります。手札補充やサーチができるカードは必ずデッキに入っていますね。3つ目は両方のカードです。これはコレクション性もあり対戦用カードとしても使われるカードになります。例えば可愛くて汎用カードのマリーがあります。最後まで見ていただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。